皆さんこんにちは。報徳学院学習部の村俊です。今日は中学3年生の数学高校受験対策計算練習の30回目です。この計算練習は今回が最後になります。では問題を見ていきましょう。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、8-3×-4。 こちらは掛け算を先に計算するので、8-3×-4 はマイナス12ですね。そしてここを足し算にして 8+12 で答えは20、こうなります。では2番です。2分の1括弧 x-1 括弧引く5分の1括弧 2x+3 括弧、これは分配法則をして括弧を外しましょう。そうすると2分の 1x 引く2分の1引く5分の 2x 引く5分の3こうなりますね。で通分して分母を10に揃えます。10分の 5x 引く10分の5引く10分の 4x 引く10分の6とこうなります。 x の部分は10分の 5x 引く10分の 4x ですから10分の 1x で、数字の部分ですね、マイナス10分の5引く10分の6ですからマイナス10分の11こうなります。もう一つちょっとやり方を紹介しておきますと、この部分ですね、この部分、2分の括弧 x マイナス1引く5分の2x+3 と交換があるので、ここの部分ですね、10分の5括弧 x 引く1括弧引く10分の2括弧 2x+3 と、ね、このようにしても計算できますね。そうすると同じようにね、10分の 5x 引く5引く 4x 引く6こうなって10分の x マイナス11とね、どちらのやり方でも構いません。では括弧3に行きます。ルート3分の12足すルート27、これ有理化しますね。分母と分子にルート3をかけると3分の12ルート3、これ約分します。こうなりますね。つまり4ルート3ですね。で足すルート27というのは、3ルート3ですから3ルート3とこうなりますね。つまりちょっと書き直すと4ルート3足す3ルート3こうなるので答えは7ルート3と、このように計算ができます。では四角の2番です。次の方程式を解きましょう。括弧 x プラス2で括弧 x マイナス2イコール 3x。 まずこちらの括弧を外すと展開するとですね、x2 乗マイナス4イコール 3x こうなります。で 3x を、移動します。 x2 乗マイナス 3x マイナス4イコール0こうなりましたね。これかけてマイナス4合わせてマイナス3になる2つの数を探すと、これは1とマイナス4ですから因数分解すると x マイナス4とで x プラス1括弧イコール0となるので x は4とマイナス1と、このようになりますね。では四角の3番です。 a
コールルート6引く3の時、次の式の値を求めましょうと。式は a2 乗プラス 6a プラス9と、ここには直接までねルート6引く3を入れません。因数分解しておきましょう。そうすると a プラス3括弧の2乗、このように因数分解できますね。で次はこの状態でルート引く3、これを入れますと、括弧してルート6引く3足す3で2乗、こうなりますと、ルート6引く3足す3ですから、この3の部分が消えてルート6の2乗ということですから、答えは6と、このように、なります、よろしいでしょうか、皆さんはどうぞ高校受験の勉強頑張ってください、今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。